LTA330 から 200LT インターナショナルは、ドイツデュッセルドルフに拠点を置く、航空会社であった。LT はドイツ語のラフトランズポートンターネマンの略語で、航空運輸企業を意味している。中長距離と同様にチャーター便の運航も行っている。ハブ空港として、デュッセルドルフ空港とミュンヘン国際空港を利用しているが、第三のハブ空港として2007年により、 ベルリンテーゲル空港にも拠点を置くようになったが2009年にエアベルリンに買収されさらにエアベルリンも2017年に倒産してしまったエルティは1955年5月にラフトランズポートユニオンとして設立され同年10月20日よりフランクフルトアムマインで運行を開始した現在の社名は1956年より使われ1961年より デュッセルドルフを本拠地としている。デュッセルドルフ空港からは、ルフトハンザドイツ航空の北米直行便と、競合関係にある。エルティは2007年現在、バーウォルトゥーングスが西洋シャフトが55%、マーバックビタイリグン運とトコンサルティングが45%、所有し、従業員数2892名である。2007年3月には、エアベルリンがエルティを買収し、 ヨーロッパでは4番目に大きな航空企業グループが形成された。2006年には2210万人の旅客を輸送し、輸送実績は増加傾向にある。2007年には A330 から200を使用したヨーロッパでは初の北極観覧ツアーを行っている。ベルリンテーゲル空港に新たに拠点を置き、バンコクやカリブ海方面の路線を就航させている。2009年に エアベルリンに吸収合併された。平均使用年数は6.6年となっている。エアベルリンに買収後は7期のみ、エルティカラーで残っている。ありがとうございます。